はい、どうも、ワンカムと申します。本日は激突 J リーグプニコンサッカー2016やっていきたいと思います。ちょっとね、間空いちゃいましたけどね、そろそろね、今回ガチャ回していきたいなと思います。で、よっしゃ。はい、ログインボーナス、ね、J ダイヤ5個ゲットしました。まあね、いろんなイベントをなんかやり出してるんですけど、ね、なかなかね、ちょっとこの、なんていうの、プニサカ？プニサカというか、まあね、携帯をね、ゆっくり持って遊ぶ時間がちょっとあまりなくてね、ちょっと、放置というか、まあログインだけはしてたんですけどね。あまりちょっと触れてないです。でもまあダイヤが304個になったんで、今回ね、ガチャ1回引いていきたいなと思います。ガチャ第5弾。はい、ということでやっていきましょう。イベント一応やってますんでね、ちょっとイベントを何個かやろうかなと思います。いや、嘘でした。ごめんなさい。イベントあんまりやってないな。どうしようかな。このフレンド対戦っていうのをやってみようかなと思います。どうしようかな。ちょっとあんまり強そうなとことやったら負けてしまうんでね。上辺といこうかな。ここ来ましたか？ユニネバーランバー。はい。できへんの？これどうやって対戦するの？あ、フレンド対戦ね。あったのこう思った。まぁ、ちょっとフレンド対戦やっていきますか。このユニネバーランバーさんとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まぁまぁ、いい感じですね。どうやろう。勝てるか。勝ち越しだよね。まぁ、操作もやってるわけですけどね。まあフレンド対戦という機能がなんか実装されたんでね、まだ一回もやったことないんですよね。どんなもんかちょっとやってみたいですね。やっていこうと思います。はい、意外とね、このプニサカもね、ちょっと、なんていうのかな、時間かかるってあれですけど、選手入場です。まあ、手間暇はちょっとかかりますよね。どのようなブランで臨むのか。ロングポール放り込み、長いの個人技からの、お、何やねん、後ろへロングフィード、裏を落とす、何やこの前へ、大久保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 持っていくぞ、よっしゃい、はい、さあ、まあね、久しぶりにガチャ引いてね、早くラインを落とす選手でね、シュート獲得、結構かわいいですけどね、ちょっと難しいですね。30分かな、45分かな、うん、やばいやばい、抜けられてる、抜けられてる、ちょっと行け行け行け、おい、激しいチェック、危ない、あ、気持ちナイス、なんでスローインやねん、スローインちゃうわ。スローインというか、スローインちゃうな。なんていうの。あかん。長いボールが。残り時間もあとわずか。裏へ落とす。持っていく。右へ、あかん、結構強いな、前へ、ここで前半終了の結構強いな、相手久しぶりだからかな。キックオフから試合再開、ロングフィード、持ってシュート、いいぞ、よし、エース長いがね、決めましたね。着実に得点を重ねています。よし、ダブルスライディング。大久保、大久保、取られた。シュート。ほら、行け。ダメか。ダメ、アドバンテージ。よしよし、近づいて打つ。待て待て、打つ。打つ。
シュート。打つ。お。はじかるか。おお。惜しい。残り半分といったところ。うわ、はじかれたぞ。誰あいつ。星四やからだ。星四やまた。星四で攻めてきよる。やめろ。遠いやろ。よし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 。裏に走らせる。よっしゃ。いける。シュート。これはキーパーがキャッチ。ほら。よし、長い、走れ。鋭い縦パス。センターに投げようか。さあ、抜けてきた。あとはアディショナルタイムを残すのみ。はい、まあまあまあ、いいでしょう。いいでしょう。ここで主審の笛。よし。ということで、2対0。まあ、フレンドを制しましたね。さあ。これに勝つと何かいいことあるのか。何もないっすよ。びっくりしたわ。何もねえと。はい。ということでね。何もない。一応この優勝記念プレゼントツアーもね、取ったんですけどね。おっとっと。はい。プレゼント記念ツアーもね、まあ、報酬を持ったんですけど、まあ、知れてましたね。実行のプレゼントで取りました。まあ結構なったんだけどね。328か。はい。ということでガチャね、今回回していきたいと思います。今やってるガチャ。どうやらな、微妙な感じするけどな。なんせね、星3でいいからね、キーパー欲しいんですよね。というのも、キーパーが星2か星1なんですよね。こう、キングカズや。まだ現役やってると僕も、ほんま頭下がりますわ、このキングカズね。子供の頃、キングカズ好きやったっていう感じですもんね。まだやってますからね。すごいですよね。ほんまに世界に誇ることや思いますよ、僕は。日本がね。マキも欲しいかな。どうやろ。でもな、その真ん中の選手、フォワードというよりは、その、帯だと。結構忘れてます。その辺をね、なんかしたいけどな。もしくは、アズマ警部。アズマすごいもんいいな、アズマ警部。てか、キーパーがなかなか出てこへんよな。あ、この林ね。林くんね。よし、やってっか。とりあえずな、ガチャ引こう。10プラス1回ガチャ。これいきたいと思います。250で回します。結構ね、なんか、いい坂も、若干されてきた感はあるよな。よしよし、心配ない。どれがいい選手なのか分からないんで。どれがいい選手、まあ、このプラス3のガチャはこんな感じですよね、大体。はい、チェ。もう見た。荒い。来たか？いいね。あかんて。あかんて。いつものガチャやな、これ。あかん。来た来た。音いいな。音いいだけやった。ええ痛いよ。あかん。キーパーおれへんわ。キーパーおれへんな、これ。やったわ。この10連ほんま辛い。めっちゃ辛いガチャ。これもっとマニアですよね、あと。鼻と。元マリですよね、これ。なんか名前知ってるもん。はい、ということでね、今回のガチャはまたね、まあ、悲惨と言ったらあれですけど、星4がまあ1個も出えへんというね、ちょっと辛いガチャとなってしまいました。ほんま悲しいです。悲しいですけど、まあまあ、またね、一生懸命ダイヤ回し、ダイヤ集めてね、また、11連ガチャ回していきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。ポカンと。はい、僕監督でした。おおきに。